ローチケチャンネルをご覧の皆さん、どうもサンドイッチマン伊達みきおです。富澤たけしです。どうもどうも。今年もですね、毎年これやっております、我々サンドイッチマンの全国ツアー、やりますよ。今年もやる。やります、北は北海道から南は沖縄まで、ね、沖縄行きます。行きたいと思います。全国10都市にお邪魔したいと思います。ぜひ来てください。今年はですね、全国10都市なんですね。もうね、初めて行くとこもありますよ。もう何年目になりますかね。結構やってますね。単独ライブはね、2006年からやってますから、6、7、8、9、10、11、12、13、14、9回目、9年連続単独ライブでございますね。オール新ネタでございます。そうです、ぜひね、見に来ていただきたいんですけれども、今年はですね、初めて行くとこがあります。富山公園、そして金沢公園というね、北陸をちょっと行ってみようかという、そうですね、ことですね。あんまり行かないんですよね、仕事でね。そうですね。なんで、非常に楽しみにしてますので、ぜひ来ていただきたいです。さらに大阪、札幌、福島の郡山、そして福岡、沖縄、沖縄楽しみですね。念願なんですね、沖縄で単独ライブ。沖縄は何月でしたっけ、10月沖縄行くのはね、10月11日沖縄です。11日、はい。海はまだ入れるんですか。どうでしょうか。どうでしょう。ねどうでしょうね。それは地引き網したいですね。地引き網しに行くの、クッキングやりたいですけどもね。この時点でまだやってるかどうか分かりませんけどね。沖縄、そして、名古屋、さらに千秋楽は我々の地元仙台でございます。非常に盛り上がる単独ライブになると思いますんでね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。待ってますよ。はい、来るためにはチケットが必要なんですね。もちろん、はい、ぜひローソンのチケットを買っていただいて、ローソンチケットで来ていただきたいと思います。はい、お待ちしております。唐揚げくんもよろしくね。サンドイッチマンでした。